オドントグリフスという群に位置づけてみせた。しかし、後に、マノコのドント動物が発見され、この説は否定された。2006年、ジャンベルナール・キャローンは収集した良好な状態のものを、含む189点の化石から、オドントグリフスは、軟体動物であると発表した。体長は12センチメートル。学名の由来となった葉のような触手が、多数の化石から死絶であることが判明した。 この施設の発見により、オドントグリフスを軟体動物であるとした。大切とされたものは良好な状態の化石では、複足の中央にしか認められないことから、複足に生じたシワとしている。また、この複足の左右にあるものは、エラとし、従来の復元図で口の左右に描かれた目のようなものについては、大奇線としている。化石の多くは、卵巣類のマット上で見つかったことから、 オドントグリフスはマット状を這いながら、施設でこそぎ落として食べていたと考えられる。ありがとうございます。